皆さんは四つ葉のクローバーって知ってますか？やっぱり幸せのなんかあれ象徴ですよね。見つけたらラッキーみたいな。でも四つ葉のクローバーって見方を変えるとやっぱり変わってるんですよね。どういうことかって言いますと、クローバーって普通三つなんですよ。普通三つ葉のクローバーなんですけど、四つ葉のクローバーは四つなんですよ。わかりますか？要は四つ葉のクローバーって変わってるんですよね。変わってる人ってことです。変わってるクローバーってことです。人じゃなかったか。でもそう考えるとやっぱりそうやって人にも当てはまるんじゃないかなって僕を勝手に思っちゃったわけです。ちなみにこれ撮ったのもやっぱり突発なんですよ。ちょっとクローバー眺めてたらあって思ったんで投稿しました。投稿というか撮影しております。やっぱり変わってる人ってやっぱりあれなんですよね。普通の人でもなんかちょっとこういう言い方申し訳ないんですけど、普通では考えられないことを考えているわけですよ。独自の価値観で動いているというか、てか僕もそうなんですけど、独自の考え、価値観、あとまあいろいろな変わってるっていうことというよりは、自分でやっぱりこうだって思ってることがあるわけですよ。僕としてやっぱりあれなん思ったふと思ったわけですよ。やっぱり四つ葉のクローバーを受け入れるならば、やっぱり同じことは人間でも言えるのではないかと。みんなが普段変わってる人にとってやっぱりあれうとか、なんかなんていうか、その世間ではやっぱりなんかちょっと近寄りがたい感じはしますけれども、そういう人たちを見ることによってやっぱり普段見えてこないことやとかいろいろ見えてくると思うわけですよ。それでその人たちに会うことによって気づかされて、いろんなことにこう分かったり、改めてあーってなんか参考になるなって思ったりとか。だからやっぱりふと思ったわけですよ。四つ葉のクローバーというより、四つ葉のなんか人間なんか例え方がちょっと本当グロなんかちょっとあれですけども、四つ葉のクローバーはやっぱり人に関わらずいろんなところにあるんじゃないかなって思うわけですよ。ですからやっぱり今の世の中だとやっぱり普通とか枠に、僕の動画でも 何回も言っているんですが、枠とか普通とか常識とかでいろいろ縛ってるじゃないですか。だからこそ僕としては四つ葉のクローバーのような人、どうなんなんて言えばいいんでしょうかね、四つ葉のクローバーを探してそういった人たちの話を一度聞いてみるのもありんじゃないかなと僕は提案してみます。あなたのそばにもきっと四つ葉のクローバーあるかもしれませんよ。以上です。